アルバムショーです、今日なんですけれども、ヤフオクで見つけたヤバいものベスト10、こちらを、ね、発表していきたいと思います。結構ね、予想以上にヤバいもの売ってたんで、皆さん第10位からね注目してください。では行きましょう。第10位、アゼルバイジャン産高級ザクロ1トン。これ業者向けの、まあ、販売可能とは書いてあるんですけども、とりあえずこれ個人でも買えるらしいですね。値段が200万円、うん、まあ、200万円かければ、ザクロがおよそ1トン分なので、3000個から4000個手に入るらしいです。なんかザクロ好きな方はね、買ってみてもいいんじゃないでしょうかって感じですね。はい、次行きましょう。宮城県鳴子温泉中山平かな？温泉権利付き分譲地。はい、温泉の、権利がついている、土地です、土地。土地の値段なんですけども、これが250万円。はい。まあ、温泉買うの、ね、温泉皆さん行くじゃないですか。300円とかね、400円とか、まあ、500円とか払って入るじゃないですか。まあ、ここの温泉買えば、自分でね、温泉作って、かつ250万円なんで、まあ、500円のね、入湯料というかね、銭湯の代金だとすると、5万回入れます。5万回分ぐらいついてくるっていうね。1年365日だからね、5万回も入ることはないと思うんですけども、まあ、温泉、プライベート温泉が欲しいっていう方はいいんじゃないでしょうか。はい、次行きましょう。YouTube 再生数500万回、びっくり激安っていうね。はい、500万回30万円らしいです。なんで、500万回行けばだって50万円入るよね。って考えると、安いような気もするんですが、これ絶対ね、詐欺だと思います。うん、30万円。うん、絶対 YouTube の方に赤バンされる。これ絶対間違いなく赤バンされるやつですね。はい、次。マグロ店舗用看板、儲かる 3D、寿司三昧業務用大間魚みたいなね。まあ、これ検索用のワードだと思うんですけども、このマグロのね、でっかい模型です。だいたいこれ多分ね、脚立見るとわかると思うんですけども、多分3、4メートル、もっとあるかな、4、5メートルぐらいありそうですね。このマグロの看板、80万円で買えます。これ買うと、まあ、意地悪じゃないですけど、いたずらとして、まあ、八百屋のね、看板の近くにこれ置いとくとかね。うん、あとはま、友達ん家の家にこれぶら下げとくとかするとね、あ、魚屋だと思ってね、お客さん入ってきちゃうっていういたずらができます。はい、まあ、嫌がらせに80万円使いたい方はね、ぜひ、どうぞ、お買い求めください。はい、次行きましょう。ナムコ、スイートランドゲーセンと書いてありますけども、これお菓子取るやつです。お菓子取るやつ。あるでしょ？今、LINE 来たんだけども、無視していきましょう。なんかさ、こうスコップすくう、落とすみたいな、2段階ボタンしかないやつ。これが、なんと5万円。これ安いよね。まあ、多分、電気代かかると思うんですけども、それ、また LINE が来たね。まあ、無視していきましょう。これ結構ね、電気代はかかると思うんですけども、5万円で買えるんだったら、なかなかネタ的にはね、美味しいのかなって感じがします。まあ、僕の家ちょっとね、狭いんでね、これ置けないんですけれども、まあ、ちょっと広い家に引っ越したらこれ買おうかなと思っています。はい、次。新品3電アイスフリーザー。はい、デュアルタイプということで、これコンビニにあるあれですね、あれ。ローソンとかセブンの奥の方にあるやつ。奥の方にあるタイプの自動販売機ですね。自動販売機で嘘、冷蔵庫ですね。これが718,200円。うん、まあ、これあればアイスには困んない。アイスって賞味期限が基本的にないんで、ここにねぶっ込んどけば、とりあえず年がら年中ねアイスを買った気分で食べれるってことですよ。うん、まあ、これはちょっといいんじゃないかなって感じがします。嘘です。はい、次。1億円。はい、1億円ですね。1億円が 39,900円で買えますっていうのも、まあまあ偽札なんですけども、これはね、銀行強盗とかされた時に、お前、ここのバッグに詰めろみたいな言われた時に、ここからとっさにね、取り出してね、入れるって感じだと思うんですけども、うん、これ、高いな、でもな、39,900円。うん、でも、まあ、防犯用ということで、一応なんか大丈夫な、1万円札らしいです。はい。で、次、学校、会社って書いてあるんですけども、これただの鉛筆画ですね。このおっさん、どこかのおっさんが書いたランドセルしょったおっさんの鉛筆画です。これがなんと28万円ということでね。まあ、芸術センス、もしこのおっさんあるなと思った方は今のうちに買っとくといいんじゃないでしょうかね。後々高騰するかもしれません。多分しないと思います。次、救急車。また LINE が来ましたけども、これ無視していきます。救急車、これね、本物です。本物の救急車なんですけども、298万円。
これもしかすると、あ、なんだろう、エルグランドとか、あそこら辺のちょっと大型車買うより安いかもしれないですね。298万円で救急車が買えます。まあ多分サイレンとかつけると多分ダメだと思うんですけども、うん、まあ走行距離1万1000キロってことで、まあまあまあ全然まだ走れる車って感じですね。298万円で買うことができます。はい、そして第1位が、NASA アポロ月の石ということでね、月からアポロが、アポロってあるでしょ、アポロ18号だっけ、何個かちょっと忘れちゃったんですけども、あれが持ってきた月の石らしいです。まあ月の石というか月の破片ね、月の破片を掘って持って帰ってきたらしいです。これがなんとね、5000万円、うん、5000万円、マジかって感じなんですけども、この三角錐ちっちゃく見えるでしょ、これこの三角映ってるやつ、これ結構ね実は大きくて、バスケットボール以上の大きさぐらいがあったかな、確か写真、他のね写真で見た時に。まあうん、5000万円払えばとりあえず月の研究できるんで、もし月の研究したいって方はね、ぜひ買ってみてはいかがでしょうかっていう感じです。はい、ということでね、もし買いたいっていう人のためにちゃんと動画説明欄の方にリンク全部貼っとくんで、今回紹介した商品は全て買えます。なんでね、ぜひね、一つぐらい買ってみてはいかがでしょうか。ということで、シャマでした。さよなら。ナムコのやつはちょっとガチで買うのありだな。